おそす、おはようございます。今11月29日、本日ですね、午前9時15分、マツコの放送が、火曜日だったんで、およそ3日間経ったことになります。で、結構みんなに言われるのが、どんぐらい反響あったんだというふうにすごい聞かれるので、もういっそのこと YouTube で喋っちゃおうかなと思います。で、まず一番聞かれるのが、電話がすごい鳴ってるんじゃないかということを聞かれるんですけども、電話は全然鳴ってません。でも電話しなくていいです。電話かけてこなくていいです。ホームページとか Google マップ見たら営業時間とか、大体書いてあるんで、もう電話かけてこなくていいです。営業時間、住所は大体書いてあります。で、そうですね、ソーセージの卸販売とか商品についての問い合わせとかはホームページに問い合わせページがありますんで、そっちにやってください。もう電話がいっぱいかかってきても、ソーセージ作るのにすごい時間取られちゃうんで、電話はやめてくださいって言いつつ、別にかかってきてないです。はい、そうです。で、次もう一個聞かれるのは、あとどんぐらい注文来て、どんぐらい売り上げ上がったのかということもめちゃくちゃ聞かれますんで、もうちょっと今からオンラインの売上ページを開きますんで、ここ見てもらえばいいかなと思います。はい。で、皆さんがちょっとどのぐらいの反響を期待してるんかちょっと分かんないんですけど、ざっと見てもらうと、じゃあ今月のオンライン発送の売上ですね、これが、87万8000円です。注文数122件です。で、マツコの放送前からもう注文は確か30件から35件ぐらい来てて、売り上げも30万円ぐらいあったんで、マツコの放送後ですねに、だいたい、そうですね、だから30から57万円ぐらい増えたっていう感じですね。はい。で、注文数はだから90件ぐらい増えてます。で、結構それももうマツコ紹介されたから買えなくなるんじゃないかとかいうふうな声もあったんですけど、今ですね、そうですね、放送後から一昨日、昨日と今日ずっと発送はしてます。で、いくつかソーセージが売り切れてるのも出てきたんで、ちょっと発送が一旦今日のでストップするんですけど、そうですね、ずっとソーセージを今追加生産してるんで、多分1週間ぐらいで通常に戻るんじゃないかなというくらいです。そうですね、なのでちょっと今、追加できた、そうですね、放送後の90件中多分40件ぐらいは昨日一昨日で発送したんじゃないかなと思ってるんで、残り50件ぐらいは多分1週間ぐらいで皆さんにお届けできるんじゃないかなというふうに思います。こんな感じです。はい。で、あと、店舗のお客さんがすごい来るかどうか、店舗の売り上げの方ですね。実はですね、ドットコミは、営業時間が金土日月の12時5時なんで、火曜日の夜マツコが放送あったんで、まだ実は放送後営業してないんですよね。してないです。だから今日初めて営業を迎えるわけなんですけど、それもどうなんかな、ちょっと分かんないんですけど、それ以前にちょっとこれは今の、エアレジで売ってる店舗の売り上げです。月別ですね。実はこうやって5月6月7月と低空飛行です、ずっと。それが9月10月11月と結構右肩上がりで来てます。ありがとうございます。で、11月はこれもまだ放送あってから営業まだしてないんですけど、この時点でもう過去最高の売り上げを出してるっていうことで、調子のいいソーセージ屋ってことには間違いないと思います。はい、ありがとうございます。これからもまだまだやっていきますんで。で、マツコの知らない世界で特にインパクト残ったこのショップカードですね、これは引き続きオンラインの売り上げの発送してる方にはつけていきますんで、結構ツイッターでごサーチしたらこれいらねえだろというふうな声もあったんですけど、送っていきますんで、こんなもんにお金かけるぐらいだったらソーセージ安くしろっていうふうに声があったんですけど、ちょっとふざけんなと。これ裸はですね、ただなんでね、すごいコスパいいんで、裸は衣装もいらない、脱ぐだけ
すごいお金がかかってない宣伝方法なんで、これにお金かけるって、お金かけてるっていうのはかなり、間違った指摘です。はい。裸はコスパがいいんです。筋肉は無料です。わかりますか？はい。です。でもね、このショップカード、実はね、マツコに紹介される前、もう今年の頭ぐらいから、もう結構これも使い倒したショップカードなんですよ。テレビ見た人は結構、まあ、発初見なんで、ちょっと新鮮だったかもしれないんですけど、僕らからしたらもうそうですね、3年ぐらい使い回してるんで、もうこれずっと変えようって思ってるんですよ、実は。で、年明けからもうこれ、なくなったら変えようと思ってるんで、オンラインで発送でこれもらった方、もうこれもなくなりますんで、もう今の現行版がなくなったら終わりますんで、今のうちにゲットしとってください。そうですね。現行版って言っても、まあまあ、まだまだね、1回にね、結構いっぱいするんで、はい、現行版なくなったら終わりますけど、一応まだ1300枚あるんで、1300枚なくなり次第終わりです。はい、ってことで今日も足りないソーセージ分を引き続き作っていきますんで、これからもどうもよろしくお願いします。じゃあ最後に一応注文くれた皆さん、そしてマツコありがとうございました。引き続き頑張っていきますんで、はい、それでは現場からは以上です。いってらっしゃい。うい。